まずですね、皆さんね、自分でタスクを管理しろ、自分で自分をマネージメントしろ、こう言うと絶対に出てくることが、はい、どうやって竹原さんそんなモチベーションを維持してるんですか、うん、ね、よく言ってるんですよ、ね、いつもなんかね、私は三日坊主で終わってしまいますみたいなね、三日坊主終わらないためにはどうしたらいいですか、うん、4日やれな、以上だよ。わかりますね。今日はですね、いやでも思わない、3日坊主でやめたらどうしてもいいんですか、4日やれよ。でもこれ4日皆さんなかなかできないんでしょ、うん、だったらこれ見ろよって話よね、うん、ないモチベーション、これ捨ててください。モチベーション、はい、モチベーション言ってるやつのモチベーションにね左右されるんですわ、うん、ね、ビジネスにおいて絶対的に必要なのはモチベーションを絶対的に捨てること、うん、これはメンバーであってもそうだし、管理者、例えば社長になるじゃないですか、はい、社長になると、あ、従業員のモチベーション大丈夫かなって気にするじゃないですか、うん、気にするな、独裁者でいいの、以上、本当に、はい、例えばですね、そんなモチベーション言ってるけども、じゃあ例えばセブンイレブン見てくださいよ、はい、ね、セブンイレブンってね、おばちゃんがモチベーション高かろうが低かろうがレジ出しして、うん、ね、レジなんかね、出勤なんとかして、うん、レジ打ちして、あとはなんかやってるじゃないですか、うん、ね、あれモチベーション高くても高くなくてもやってますよね。これなんでですか。まあお金稼げるからね。違う、なんでですか。マニュアルがあるから。そうだよ、マニュアルやね。はい、マニュアルですよ、うん、ね、結局セルフマネージメントっていうのは会社だったりしても自分だったりしても必ず自分のマニュアルを作ってないといけない、はい、わかります。で、実際にね、これ学んで皆さんがなんかね、いろいろ今後ね学んでいくんですよ。学んでね、うん、知って、でその知ってから、知ったものなんていくらでもあるんですよ。例えばね、うん、本を読んだ、動画を見た、ああ学んだ、ちげえんだよ、うん、学びっていうのは絶対的にアウトプットするまでがインプットなんだよね、はい、分かりますよね。だからアウトプットする、このアウトプットを継続するっていうところがこれ一番重要なんだ、うん、ね、サッカー興味ある、サッカー本で読んだ、ね、サッカー本で読んで、ボールを蹴ってみる、ね、うん、1日で蹴れるようになりますか。なりません。なりません。継続しろよって話ですよね、うん、だからこの継続がなかなかできない、これがやっぱりマニュアルなんですよ、うん、終わりますよね。で、この継続する仕組み、うん、このマニュアルってどうやるの、はい、それをセルフマネジメントと掛け合わせていく、うん、ね、これ言ってしまえば、はい、ね、何かスペシャルなことをやらなくていい。俺だっていろんなことやってきましたよね、うん、いろんなもので結果出してきました、ね、結果出してきたけどもね、俺がやってきたのって別に俺じゃないとできなかったことじゃないんですよ、うん、みんなできたんですよ、ね、でもなんで俺がここまで結果出せるものがあるかっていうと、みんなができないぐらい継続しただけなんですよね、うん、この、これですね、うん、この資本主義社会においては、はい、その資本がある程度ある場合っていうのは、うん、競合が減るんです、はい、これいきなり話変わったと思いますけど後つながります、うん、何かっていうと、例えば資本力っていうのがありますよね、はい、資本力が大きいとショッピングモール立ちますよ ね、うん、ね、でショッピングモールって街に何個あります。1個ぐらいでね、うん、あるかないかのところでもあるよね、うん、でもじゃあ例えばコンビニっていうのは街に何個あります。何個もある、ね、パブとかね、 なんとかパブとかもうなんか数十万で始められるのが何十個もあるじゃないですか、うん、保険の代理店もあるじゃないですか、うん、いっぱいあるじゃないですか、はいはいはい、何が言いたいかっていうと、うん、競合の数と資本力っていうのは、資本力が高ければ競合が少なくなる、はい、ってことはリスクがある程度低くなるんです、うん、逆に資本力、リスクってみんなお金のことを言ってるかもしれないけども、うん、競合もリスクに入るんですよ、うん、逆に美容院とか飲食店とかっていうのをやったとすると、その分競合が多いから、これの方がリスクが大きくなるんですよね、うんうんうん、そういうイメージでいてください。で、はい、これを資本力っていうのは頭の知識によって変わってきます、はい、頭のいい人は儲かる、これ当たり前だよね、うん、バカよりも儲かる、儲かる当たり前だよね。こういうことですね。知識力っていうのも全くそうなんです、うん、資本主義社会においてはね、お金だけじゃなくて知識がある程度ある場合っていうのは競合が減るんですよ、はい、これどういうこと。じゃあ例えばですよ、はい、じゃああなたが何でもいいです、ウォーターサーバーのなんか代理店だったとしましょう、よくやってるじゃないですか、うん、はいはいはい、どうやって売りますっていうと、普通の人はね、うちで営業マンを囲って営業の研修をして何をしてっていう意味の分かんないことをやるんですね、うん、知識が下の方ね、知識がないと営業マンの採用で結局リスクがあるんですよ、うん、でも知識があるところっていうのはどういうことをやるかっていうと、代理店制度の仕組みをしっかりと構築して、うん、その代理店をどういうふうに全国に広めるかみたいなのをできるじゃないですか、はい、実際にそれをやったのは僕らですよね、うん、そういうふうに知識を貯めるっていうことが一番重要なんですね、はい、
でこの知識には時間が必要なんです、うん、だってそうじゃないですか、ね、インプットしたものをアウトプットする時間が必要なんですよね、はい、でも僕らのね、生活を見てください、うん、すっごい若者って生徒僕の生徒もいっぱいいますよ、ね、すごいこんなアイデアがあります、ね、こんなアイデアがありますってね、アイデアアイデアアイデアって言うんですけども、ね、アイデアってね実際にアイデアを出した人よりも、うん、アイデアを実際に行動に移すのなんて 1% ぐらいしかいないんですよ、うん、ありますよね。だからすっげえ素晴らしいアイデアがあるって言っても気づいたら次の日ね満員電車に乗ってまたずっと同じような暮らしをしてるんですよ、はいはい、これじゃダメなんです、うん、ここにもしっかりと時間を作ってそのアイデアを形にするって時間、うん、これが一番重要で、これですね実際にこれ僕のスケジュール表です、うん、本物のスケジュール表ですね、まずはスケジュールって聞くと 何を入れます？あなたは、うん、まあ仕事はミーティングとかミーティングを入れる、うん、あとはまあ、なんか作業、動画編集するんだったら動画編集とかね、はい、全く違います。え、はい、僕の場合のスケジュールってオフィスに行く、うん、まあミーティングもちろん入ってるよね、うん、オフィスに行く、うん、カフェに行く、うん、カフェに行って誰と会うかな書いてないですよ、うん、だ結局スケジュールっていうのは行動表なんです、うん、で一番重要なのは僕らね、俺は何百億持ってようが何百億借金してようがとかね関係ないんですお金を、うん、ね、何かっていうと時間は平等なんです、はい、俺もビル・ゲイツもなんか八木君も全員平等な時間なんですよ、うん、この平等な時間をうまく使ってるか使ってないか、これが違うだけなんです、うん、ありますよね。でこの平等の時間をうまく使ってるやつっていうのはしっかりと自分の行動、うん、行動の管理をしてるんです、うん、ありますよね。だから例えばね、スケジュールっていうのは予定表じゃなくて行動表と覚えてください、うん、で行動表っていうのは結局は目標管理シートなんです。わかりますよね、うん、だから、例えばですよ、あなたが朝起きました、朝起きて、ね、なんか作業をするみたいなものを入れちゃいけない、はい、まず朝起きたら9時にはカフェに行く、ね、カフェに行って何の作業をするかなんてその時考えろ、うん、とにかくカフェに行くっていう行動を起こす、うん、でそういう風にやって実際にできたものっていうのを黄色、俺の場合はね黄色にして、できなかったものは赤のまんまになっちゃう、時間がなかったからみたいなね、はい、そういう風になるんだけども結局そういうことなんです、うん、でここの1週間を振り返って赤色があるっていうところが、あ、できなかった俺の甘さだねっていう目標管理チェックになるんですよね、はい、こういうものをちょっとずつ自分で仕組み化してやっていくっていうのがめちゃめちゃ重要なんです、うん、僕自身もずっと会社員やってた時にね、会社が夜の9時ぐらいに終わるんですよ、うん、ね9時ぐらいに終わって新宿にある、まあ、あのリカレントってプログラミングスクールですね、でそこに行かないといけなかったんです、はい、でその後授業を受けて、うん、で週末にもそこに行って、でもそこって本当にきあのキンキンだったんだけども、うん、結局は自分のスケジュール行動をどこに入れるかみたいな、うん、これに沿って動くだけなんです。わかりますよね、はい、でじゃあ何でもかんでもやればいいのって、そうじゃないよね、当たり前にね、うん、この行動なんて言ってたらどん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 いろんなことが来ちゃうんですよ、うん、いろんなことが来るんだけども、みんなこのいろんなことを横に並べようとしてるんだよ、うん、違う、まずは一つ一つ縦に並べてみましょうと、うん、だから机の上にこのシートをみんな今日ねプリントアウトして貼っときゃいいね、はいはい、縦軸は緊急なものか緊急じゃないものか、うん、横軸が重要なものか重要じゃないものか、結局重要なのか緊急なのかっていうのを分けないといけない、うん、じゃあ八木くんね、はい、リカ子が心臓発作で倒れちゃいました、はい、これ重要ですか重要じゃないですか。重要、まあ、まあ緊急か、だけど緊急だし緊急だし重要やね、重要な、じゃあ例えば危ない、じゃあ例えばユウスケがあなたのね、はい、嫌いなね、はいはい、ユウスケが緊急、重要じゃない、重要じゃない、重要じゃない緊急でもない重要じゃない、うん、ってなったらユウスケとリカ子が同時に倒れたらどっちを優先するってこと。いやまあそれリカ子でしょ。そうよね、うん、お前のお母ちゃんだな、うん、そりゃそうよね、それはそう、こういう風に横に並べてどっちもやろうとしてるから、うん、みんなあれ気づいたら一日終わっちゃうみたいな、うん、ありません、まあね、ありますよね、うん、縦に並べろやと、はいはいはい、ね、そういうことですね。でまずは例えばクレーム処理がありました、うん、ね、クレーム処理っていうのは緊急度高いよね、お客様がいるんだから、うん、ね、でしかも重要だよねとか、あとはじゃあ勉強をしないといけないよね、うん、あとは走らないといけない、はい、これ緊急なのか緊急じゃないかって言ったら別に緊急ではないよね、うん、でも重要なことじゃないですか、うん、そういう風に一個一個やっていくね、はい、じゃあ例えばいきなりなんか訪問営業が来ました、これって緊急？緊急じゃない？緊急、緊急ではあるよね、うん、でも重要か重要じゃないか、重要じゃない、重要ではないよね、うん、人に会わないといけないけど別に俺にとってはどうでもいいみたいなね、うん、例えば今日下げ、うん、この後飲み行こうや、うん、ね、これは緊急ですか？
緊急です。なんでやねん。この後飲み行こう。あか今日、うん、ああもう緊急じゃないの。あまあまあいつか飲み行こうやみたいな、ね、緊急じゃないね。ね、緊急ではないし、うん、重要ではない。重要だよ飲み会は。いや重要じゃねえよ飲み会重要だよ重要じゃねえからマジで重要だよ、はい、本当で。そういうことだね、うん、はい。まあ接待とかだったらまた違うけれども、うん、会社の例えばあのそこら辺になんか愚痴の飲み会とかあるじゃないですか。いいですね。ちょっと愚痴会とかあったんだよ俺の思ってる時代で、愚痴会みたいなの、うん、はい、あのそういうのも緊急ではないし重要ではない、うん、あなたの今一日の行動ってこの中のどこに当てはめるんですか、はい、で逆に言っちゃうともうこうやって割り切る、うん、まずは緊急で重要なものっていうのを減らしていく、うん、クレームは減らさないとずっと自分の時間減らあの取られるよね、うん、はい、そういうふうに減らす、うん、で緊急でないけど重要なもの例えば勉強だったりとか、うん、インプットのアウトプットする時間これは増やしていかないといけない、はい、ね、緊急で重要じゃないものも放置しときゃね重要じゃないんだから、うん、終わるよね。だから竹原から誘われました、うん、はい、やめる、もうやらない、やらない、放置する、はい、はい、営業がなんか訪問営業が来ました、うん、ね、緊急だよね、うん、来るけど、うん、でも重要じゃないんだったらやらない、会いません、で電話が来ました、はい、緊急ですよね、で電話取らないといけない、うん、しかと例えばですよ8時間、これ有名な言葉ですね、うん、8時間で木を切りなさいって時間を与えられたら、うん、あなたは何をしますか、うん、木を一生懸命切る、こういうやつがほとんどなんですよ、まあ、ボリュームじゃない、うん、でまずは斧を研ぐことを5時間ぐらいやってでしっかりと3時間で切れるんだから3時間で切りなさいよ、うん、そうすれば最小限の労力で、最大限の効率ができますよってことですよね、うん、こういうことをタスクをこうやってマネージメントしていかないと絶対的にダメなんです、うん、ありますよね。で、時間っていうのは2種類あります。ヤギくん、はい、生産可能時間と非生産可能時間です。この2種類に時間は分かれます、うん、はい、で隙間時間っていうのは人の7割僕らが朝起きてから、ね、夜寝るまで、うん、隙間時間が7割なんです。例えば朝家が起きました、うん、ね、家から仕事に向かいますってみんな仕事に向かうじゃないですか、うん、でもその仕事に向かう間っていうのは移動時間、隙間時間なんですね、うん、あとはミーティングが終わりました会社に帰りますこの帰宅時間これも隙間時間なんですね、うん、だから何を言いたいかっていうとこの隙間時間をどんだけ使えるかっていうのが時間がどんだけある人生になるかってことなんですよ、うん、なりますよね。俺もそうでした。実際に鎌倉に住んでた時にリクルートの東京駅まで電車乗らないといけなかったんです、ね、1時間ぐらいでした、横須賀線で。で俺は絶対的にここで起業したいって気持ちがあったからその横須賀線のグリーン車1日700円です往復で4400円です、うん、これを自分への投資として、うん、隙間時間でメールの返信、うん、SNS のチェック、あとは実際のインプットだったりとかブログ書いて会社のホームページ作ってこういう時に起業したんですね、うん、隙間時間をうまく使えるとマジで人生変わります、はい、ね、よく会社に来るじゃないですか。会社に来てうちの社員でもいるよね。 Facebook 見てるやつ、インスタ見てるやつ、なんでお前電車の中でやんないのこれ、うん、ね、そういう頭のやつがずっと夜まで残って、あ、ブラック企業とか言うんだよ、うん、悪いブラックじゃねえんだよ、お前の効率が悪いんだよって話。いや、ガチでこれね、みんな見ないでこれ。いや、悪いけど俺は経営者視点でものを言わせてくれ、うん、ね、これってすごい重要じゃないですか。みんなテレビとかになるとね、みんなもごもなんかポジショントークし始めるから俺はしないよ、うん、マジで本気で思うけども、ほとんど 99% のやつってやらなくていいことをやっていて、うん、やるべき時間にそれをやらないこと、うん、ね、それが本気で多い。メールの返信なんて満員電車だってここでこうやってできるじゃん、うん、ね、iPhone なんで短文で失礼します、これやってたよ俺ずっと。だから仕事は早い、ね、1時間ボーボーメールを書くよりもはいとかいいやとパッてやった方がいいでしょ、うん、ね、SNS チェックだって、ね、歩きながらでも、歩きスマホダメだけどね、うん、歩きながらでもできるじゃないですか、うん、そういう頭の使い方ですよ。時間を作るっていうのを、これをとにかく気をつけてやりましょうという話ですね、はい、習慣を変えませんよ、習慣を変えましょうということですね、うん、はい、これですね、コンビニで一言で言うと、買えるものを買わなければ自分なんて変わらないということなんですよね、うん、どういうこと、はい、みんなね、人生変えない、うるせえ、うん、うるせえ、人生なんて変わんねえ、そんな当たり前やな急に怖いふがけんじゃねえよと。人生を変えようとするんじゃなくて、ね、まずは習慣、今日からの一日一日を変えていかないといけない、はい、ね、いきなりみんな大きくやりすぎやん、うん、ね、みんななんかいきなりアマゾンみたいな大企業を作ろうとしてんのよ。でも夢をみんなね、アマゾンだって最初は、ね、本を売ることから始めて、うん、それで今何でも売るようになってる、はい、ね、そうやってちっちゃいことからまずは変えていくってことですね。なるほど。ここで重要なのが習慣なんですよ。詐欺君、あなた朝起きますよね、はい、みんなは把握しないんですよ。朝起きて、ね、じゃあシャワー浴びたとしましょう、はい、ね、手は左から洗って、うん、玄関出るときに靴は実は左右足から履いて、うん、そうやって習慣が
作られてるんですね、ね、僕らには、うん、で、大体ですね、これまずですね、皆さん一番左の列に大カテゴリーって書いてあるやつですね、はい、大体1時間ぐらい、まあ、取られてるもののアクションプランというのを書いてみてください、はい、例えば起きます、うん、はい、通勤します、仕事します、はい、ランチします、また仕事戻ります、うん、帰宅して夕飯でテレビ就寝、うん、まあ、これが普通の人のルーティーンですよ ね、 そうですね、ここにたまに友達と遊びとか入ってんだよね、で、この間、例えば起床から通勤、はい、ね、通勤から仕事、うん、ね、だから通勤中ですよ、はいはいはい、これをブレイクダウンしてみてください、ブレイクダウン、はい、うん、自転車で駅まで行ってます、はい、自分の習慣をブレイクダウンするんです、うん、そうすると結構気づかないことを気づいてきます、はいはいはい、8時30分の電車で、うん、ね、あなたは目黒駅から、え、中目黒ね、中目黒駅から電車乗ったとしたら、はい、何両目に行って大体決、ま、同じじゃない、まあまあまあ、そうだね、そうだよね、うん、そう、何両目に乗って、ね、コンビニに寄って、うん、で お茶とおにぎりをいつも買う、うん、で実はペットボトルで、ね、選ぶお茶もいつも同じお茶だったりね、うんうん、あとはオフィスですぐ PC を開いて、うん、ね、会社でコーヒーを入れて、うん、同じ席に座る、うん、ね、こうやって実はこのブレイクダウンを書いてみると、はい、あ、確かに俺毎日同じことやってんだ、うん、当たり前や、昨日みたいなことをやってたら昨日みたいな今日の結果が出るわけよ、うん、ね、そこを変えていかないと変わりませんよって話、はい、確かに俺今当たり前のこと言ってますよね、うん、そうですね、そうですよね、うん、昨日と同じことじゃなくて違うことをやっていきましょう、はい、このブレイクダウンを書いたら自転車で駅まで行ってんだったらじゃあ徒歩で明日行ってください、うん、これ明日できますよね、はいはい、8時半の電車乗ってんだったら6時の電車乗ってみてください、はいはい、そういうことですね、うん、4両目に乗ってんだったら先頭車両乗ってみてください、はい、ちっちゃいことでいいんです、ちっちゃいことから、ね、だから一番簡単なのは明日いつもお茶とあれを買ってんだったらコンビニでアイスを買ってくださいって俺いつも言うんですよ、アイス、そう、この時期に、そうです、え、朝に、しかも朝アイス買うやつあんま言えないよね、バカだよ、そうやね、それを買ってくださいいつも言ってるんですよね、全員もはぁってなるわと思う、そう、だからとにかくこれは比喩ですけども、はい、うん、実際にまずは何かしら変えていかないと大きいものなんで変わりませんよっていう話、はい、うん、ドミノね、ドミノが崩れるとき大きいものをちっちゃいものでいきなり倒そうとできないよね、無理だね、ちっちゃいものをちょっと1センチちっちゃいのドン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 ってなるわけですよね、うん、これを起こしていきましょう一緒にっていう話です、はい、このスタンスまずは明日やってください、はい、大丈夫ですね、はい、やってください、まずは今すぐにやってください、うん、この動画見ながら一回止めて、はい、うん、はい、で次ですね、じゃあ皆さんがこの習慣を打ち壊すためにやること、うん、今自分を変える、はい、自分の外部要素を変える、この外部のところですね、うん、まずは領域以外の人と会うってことですね、領域以外、だ、中学校のこと思い浮かべて、うん、ね、なんかさ、あの悪いやつは悪いやつでやってさ、うん、ちょっとあの静かなやつは静かなやつで集まってさ、あ、まあ確かに ね、そうやって自分と似たやつと集まる習性にあるんです、うん、確かに人間って群れないって言うんですけど、うん、群れなんです、群れるんですよ、絶対にね、そう、そうですね、だから結局会社内でもプログラム、エンジニアはエンジニアで、うん、じゃあ営業は営業でみたいな部署ごとに区切られてその人たちと飲みに行く、はい、みたいな、意味の分かんない、だから成長がないんです、うん、だから営業行った時に次の会社もまた営業部に行くんです、うん、意味分かります、はいはいはい、そういうことをやってると自分の領域が広くなんないんです、うん、上の部分ですね、自己コミュニティが中に入っちゃってるから、そうじゃなくて自分の領域の違うところにコミュニティを作っていきましょう、はい、っていうのが一番重要なんですね、うん、これがみんなできないです、うん、なんでかっていうと俺らって考えてください、はい、ね、義務教育間9年間、うん、まあ、その後大学まで7年間あったとしましょう、うん、ね、同じ年齢、はい、制服だったり、うん、教育だったり地域の人とずっといるんですよ、はい、わかります、うん、この子供時代全部これね、習慣化されちゃってる、うん、狭が視野がめっちゃ狭いんですよ、はい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 、俺らってだから先生がね同じ習慣って言うと絶対にスカートは膝だけ、ね、靴下は何色、うん、髪はこうやって黒って言って同じようなルールの中でずっと生きてる、はいはいはい、このルールの中でずっと生きてるからあなたのこのコミュニティ自分の領域っていうのが広がらないわけ、うん、なるほど、終わるよね、はい、これねおじいちゃんいるでしょ、おじいちゃん、おじいちゃん、うん、おじいちゃんが年取るのって、ね、うん、ゲートボールで同じおじいちゃんたちがずっとゲートボールやってるから、まあ、確かに年取るね、そう、でも実際に僕俺の知り合いのあの道具の社長前と紹介したいそうで、あの人70歳だね、もう見えないよ、70見えないでしょ、でもあの人といつも一緒にいる人って誰、まあ、もう若い若い子だよね、まあ、あの人の会社の社員だよね、うんうん、すごいだから結構欺いるようだよね、経営者とかって若い子連れてると、うん、ずっとそれで若いままいる、はい、だから結局ね自分と同じような人と行っちゃいけない、なるほど、いてもいいけどそれを変えていかないと、うん、自分の領域って広がりませんよっていう話なんですよね、自分の領域から出た分がまた広がるっていうものなんです、この人生っていうのはね、なるほど、はい、
これをやっていきましょう、はい、ということですね。だから俺で言うとずっと違う人たちと会ってますよね。はい、はい、そうですね。で次ですね、これができるんであればまずは人に会うことっていうのがめちゃめちゃ重要です、はい、で話してください。話すといろんな情報に触れられます。で自分の領域以外の人と話す機会を作るっていうことが絶対的に必要なんですね、うん、そうすると自分の領域以外の知識ができますね、はい、で次は知識、こう知識と行動っていうのは掛け算の関係です、うん、いろんなことを学びます、はい、本だけじゃないよ、実際の現場、本っていうのはもう過去の話だから、うん、現場を学ぶっていう時に人と話すのが一番いいですね。で話して知識を貯めれました。でもその知識を貯めただけで行動がゼロだったらその知識の価値は何ですか？ゼロです。そう、 100×100 を知識貯めても行動がゼロだったらゼロなんですよ、うん、でも逆に行動100でも知識がゼロだったらゼロなんですよ、はい、掛け算の関係でどっちも100にすると1万なんですね。なるほど、はい、なのでアクションっていう部分も重要です、うん、このアクションを作るために人と会いなさいって言ってる、はい、本だけじゃアクションの部分ができないです、うん、でも人と違うところ会えば、じゃあ例えばですよ、うん、営業の人がいて、ね、営業だけの人と会ってたら何も起こらない、はい、ホームページを作れるっていう、うん、まあ何でもいいや、エンジニア、アプリを作れるエンジニアと一緒に会いました。じゃあその時に、あ、じゃあアプリ会社、俺営業するからあのこれやってよ、はい、アクションができる環境が整うんですね、うんうん、その時に初めて何か可能性っていうのが生まれるわけなんです、はい、転職するとかあの判断もいいし、だからとにかくね、俺らの脳って洗脳されてるんです、うん、俺はこうだからこうだっていう、自分は何々だって決めつけすぎなんですけども、何々かもしれないっていう、うん、かもしれない思考が全く持ってないですね、はい、でこのかもしれない思考っていうのはどこから生まれるかっていうと、うん、人との違う人たちとの話し方、あ、この人こう生きてるならうち俺こうかもしれない、はい、かもしれない生まれるわけですね、うん、これをまずは人と会わないとできないので、うん、まず会ってくださいということですね、はい、でこうするとやりたいことが見えてきます、うん、ね、やりたいことが見えてくるんだけども、それでやれるかっていうとやれないんですね、うん、この行動で環境が整うとやってみようになるんですよ。やってみないとやれるにならないんですよ、うん、だからやりたい、やってみよう、うん、やれる、はい、で、実際にいろんな選択が見えてくる、順序ね、そう、順序が大事なんですよ、はい、なのでスキルがないやつって目が見えてないんです。本当にもう真っ暗の中にあるんです。だから自分がやりたいことすらもやれそうだなと思うことがないんですよ、うん、だからやりたいこともないっていう話なんですね、はい、だからまずはスキルをつけましょうと、うん、スキルをつけることが、そうすると目が見える、あ、これやれそうだなに変わるんですよね。やれそうだな、やりたい、やって、うん、やったみたいなね。そうするとこの循環が一番、大事なことなんですよね、はい、竹花公式で本チャンネル、インスタ、TikTok でも毎日豆知識配信。